んにちは。私は東北、宮城県の塩釜に来ています。ここには前に来たことがありますが、でも今回は特別な人と一緒に来ています。新しい友達のともちゃんです。こんにちは、ともこです。ともちゃんが私におもてなしの文化を紹介したいんですって。うん、おもてなしってなんだろうね。おもてなしはホスピタリティのことを言うんだけど、さらに深いのよね。説明するのは難しいのだけれど、うん、もし直接体験したらわかるかな。え、あそこで何をしているの？おはようございます。それは何ですか？これは牡蠣の家です。お、牡蠣養殖をしているみたいよ。このホタテ貝を海に沈めて養殖に使っているのね。うわー、重い。グラビティー、リフト。おー、ややちゃんすごーい。おー、ややちゃん見て、もうすぐすぐ。おー、ここが養殖場ね。大きく強くなった牡蠣は外海に移動しても大丈夫そうね。移動される理由は、外海の方が牡蠣に必要な栄養が豊富なの。それに強いガイドにより大きくプリプリした牡蠣にするため、外海に移動する宮城特有の養殖方法です。最高に美味しい牡蠣が食べてもらえるんだね。大盛りから気をつけて。わかったわ、ありがとう。見せてくれてありがとうございます。ふう、お手伝いだけでも大変だったわ。そうね、牡蠣の養殖は大変だわね。この後はどこに行くの？ああ、何か食べに行かない？ジョーン、こんにちは。いらっしゃいませ。お待たせしました。牡蠣フライです。お熱いですので気をつけてください。一日の仕事の後に神聖な牡蠣を食べられて幸せ。ビスミラー、いただきます。そうだわ、牡蠣養殖場の人たちもおもてなしの一部なの。おかげで神聖な牡蠣を食べることができるわ。牡蠣美味しかったね。うん、美味しかった。でもそれよりもおもてなしがすっごく素晴らしかったわ。とっても親切だった。そう、日本人にとってはお客様のおもてなしはとても大切で、お客様が特別であると感じられるぐらいに最大限協力するの。それこそがおもてなしなの。わかったわ。さあ次の目的地へ行きましょう。気になるの？次の動画をお楽しみに。バイバイ。